はい、こんにちは、ビッグボーイです。ウルフェンシュタインズ・オールドブラッド、続きやっていきます。さて、なんか悲しみな BGM に包まれてるけど、アネッタをなんかある人に会いたいって言うから、ちょっと協力して送ってあげたわけだけど、ケスラーは大丈夫なのかな。ではこっち行こう。もう折り返しにも来てると思うので、ケスラーも近いんじゃないかな。ケスラーじゃないや、ヘルガだ。さあ、こいつらをやる。よし、ゾンビになった。すまない、ケスラー。こんな終わり方なんて。ケスラー？ケスラーだったのあれ。嘘。じゃあ、前回あそこからこっち見てて、襲われてんのケスラーだったのか。早く助けに行けばなんとかなったかな、もしかして。仕方がない。こっち。幼い頃、地下室に怪物がいた。悪いことをしたら夜中に這い出て、やってくると親父に言われた。だからいい子にしてた。だが結局、化け物は現れやがった。なんか乗れそうな機械があるな。この上に登りたい。下行ける？登った。ミッション終了。オッケー。どう？あっさり。待って、上にもいる。あらあらしすぎだろ。チャプター7、旧市街。よし、教会に向かおう。テルフはそこにいるはずだ。新しい武器、ラーデロボタ。なければ、そしてフォルダを奪う。あと一歩だ、ビリボーイ。あと少し。僕はビッグボーイですよし、バゴン。あ、これは武器が出るとかじゃなくて、ちょっと待って、これ、うん、あれ降りちゃった。待って、こいつどうやって払うねん。こいつ間違った。ちょっと待って、こいつらをどうやって払うねん。ちょっと嘘だ。ちょっと待って、離して。いや、降りよう。待て、リロード。はいはい。ん、固まってるちょっと早々に下っちゃったけど、これなんか銃とか撃てるとかそういうことじゃないのか。振り回す、それだけ乗っかってきたらそれかわせないのか。これは、あ、こうかな。ん、違う。これこいつは一体どうしちゃったんだこれどうやって下ろせばいい。なんかこれ光ってるけど、触れない。あ、こっちに、こっち、こうか。あれ、ちょっと降りよう。後ろには武器があるだけ。あ、もうこれ撃っちゃえばいいの。取れた。この乗り物の用途がよくわかんないな扉を引き裂くだけで、こいつら、あ、倒せる。乗っかってきたらやっぱダメなのか、こいつら。よし、
ほーら、おお、爆発した。あ、そこにもいる。切り裂く。ほら、おお、空からナチスが降ってくる。あれ、生きてるやつがいるぞ。あ、倒しちゃった。こいつらいっそ、キリがないな、これどんどん降ってくんな。ほら、これなんか光ってんな。一旦降りるか。入る、入れない、入った。これを引く。ゲート開いた。ちょっと早いとこ乗り直す。よいしょ。あ、乗ってきた、こんな野郎。わ、早い早い早い。ソードオフショットガン。わ、危ない。まだ張り付いてる、張り付いてない。はい、とこ行っちゃおう。こっちがいたからこっちに行く。割る、投げ払う。よし、ほら、じゃない、降りよう。とにかくヘルガを倒す。鍵、鍵か、探せってか。あたたた、ここが入り口だもんね。どっか向こうにも道があったから。あ、なんか光ってる。鍵あった。あ、アネッタ。ああ、聞こえてる。友達の居場所が分かったの。この大きな家に閉じ込め。大丈夫か。裏口があるわ。彼女を助けてみせる。だが時間がないわ、BJ、行かないと。気をつけろよ。おお、アネッタ本当勇敢だな。オールドブラッドでは死んでいく仲間が多いな。ウェスリーに、エージェント2のなんだっけ、あの女性に、さらにケヒラまで死んでしまって。あ、ついでにイエガーも死んだけど。あ、弾ない、これ使おう。こんなところに機銃が、機銃ってかこっち向いてんのか。こいつやって、ショックハンマーのマガジン増加。ほら、どんどん湧いてくんな。うわー、ゾンビどもめ。わ、隙間からどんどん出てくる。落ちてくる。ゾンビだらけだな。なくなった。お、もう一つあった。ない、あ、ないけど弾補充できるんだ。設置で取り外し。どこに行けばいい。出て出て。ひとまずゾンビ一掃。うお、
体力。こっちじゃない。あ、これだ。レバー。おい。ちょ、ダメージ受けてる判定になってる。1回で40ダメージぐらい削られるのか。さあこれは捨てよう。ああまあ、ん、こっち開いたはいいけど、そうだよね、目的地あっちだよね。もう一回戻ろう。レバー引いた。あ、向かい側にもレバーあったかな。ひとまず弾補充。ちょっとゆっくり歩いていこう。ん？こっちにレバーはなさそうだな。そもそも入り口がないか。あ、いけるか、あっち。あ、なるほどね。さっきでっかいゲート開いたから。あ、わかったわかった。でっかいゲート開いたから、またあの乗り物に乗ってゲートぶっ壊すんだ。なぜ気づかない。うわー、まだゾンビ来てる。なぎ払う。こいつも、そこの人も、あなたも、全員まとめて、ほら、よし、で、ガシャン、壁を越えろ、ミッション終了。乗り物とはお別れ。満月。チャプター8発掘現場。さあ全部でチャプター、あれ、これ最後じゃない、もしかして。えっとプロローグを含めてチャプター全部で9つだったっけな。これもしかしたら最後かも。ここにはゾンビいないのかな。対人戦の始まりだ。またこれゆっくりやバンバンって やっちゃおう。あれ、え、ゾンビなんのかよ。クソドンパチだ。待って、なんかスナイパーがいる。あ、スナイパーじゃない、司令官だ。あれ、よし、ちょっと高いところが多いから。あ、ゾンビと戦ってんな。ゾンビ化してしまえばこっちのにバレないから、グレネード。あれ、爆発しない。あ、司令官いた。あいつやっちゃおう。ん、あれ司令官じゃない。おお、目の前でゾンビ化した。うわー、もうこいつもゾンビか。ほら、グレネード。もうめっちゃゾンビ化する。おお、ええ、おい、バグバグかな。おらー、あー、弾切れ。やばい、ちょっと逃げたい。一旦逃げよう。死ぬな、これは。いや、死なない。
あーやばい、だってなんかライフ関連アイテムはない。これでも撃つ、痛い、俺は死にたくない。いや死ぬ、よしで、なんかないかアイテムなさそうだな、痛え、リロード、痛え、ちょっと待って、一瞬一二発で死ねる体力だ。よし、あれスナイパーか、いやスナイパーじゃないな、やった、慎重に行こう、この辺にも敵はいない、司令官ここかよよし、あ日記、あー助かった、ちょっとここなんかたくさん手紙やらメモがある、ヘルガのメモ、必ず骸骨が置いてあるな、拾えるもんはちゃんと拾ってかないと、あアーマーもブーストしてるな、なんかスキルかなんかでついたのかな、アーマーのこの体力の上限がブーストすることは前作であったっけな、あったのかな、この体力、この辺をステルスは厳しいんじゃないかな、かなか、さあこっち、あ、久々に見るな、このドア。開けて、墓地。一体何を掘っているヘルガ。さあ、何を掘ってるんだ。あ、敵いるな。この辺に司令官はいないっぽいね。よし。えい！忘れた。よし、こんなところで死にたくない、敵いるけど司令官はうろついてない、じゃあ片っぽゾンビ化させちゃって、よし、どうなる、戦ってんな、こいつもなる場合とならない場合があるのか、でなんかドスンドスン聞こえるからこれでドーンってやればいい、一発、お発掘現場のマップゲット、ひとまず一本道やっちゃおう、はい、あこれあいつか、あのケーブルでつながってる強い敵だけど倒した、こいつと初めて会った時はそうだパイプとナイフしかなかったんださあ上に登る、上参ります、下だった何がここまで駆り立てる、目の見えないミミズが土を掘り進めているようだ、腐った地面を奥へ奥へと掘り、信号があるなら捨ててこう、足を踏み入れるべきではない、暗闇へ、深いな、おお、あれやっちゃおう、信号なんて無視、
硬い。よし。さあ、ドンパチだ。チュカマ、よし。からのボンベンシャス。あれだな、ゾンビと普通のナチで混じってくんだな。あれ、ライト眩しい。ライト消せないのか、これ消せない。アーマーをいただきましょう。ほら、よし、まだいる。え、まだ呼ぶか。こっち行けるな。行けるけど、ちょっと待ってよ。ひとまず敵をやっちゃおう。あと司令官、司令官どこ？ヒロド。この距離ならこれが有利。グレネード。もう一丁グレネード。これだな。大切な一発、もう一発。よし、司令官はどこだ。いてててて、いててて。ちょっとこつってくのはよろしくないな。あー、またゾンビになった。よし、司令官どこやねん。司令官がいない。で、カンプの弾ゲット。いたー。よし、ええ、こっちか。すげえ、なんかすんげえ入り組んでんな。こちらからは開かない。矢印が書いてる方向に行けばいいか。ひとまずどっち来たっけ。こっち行けばいいか。で、これだ。何を探している。開ける。戦ってんな、なんか。あっちゾンビにしちゃおう。なんなかったよ。あ、どっちもゾンビになった。ん？あ、電気か。ゾンビになった。よし。あー、あっちにたくさんゾンビがいるのか。親衛隊考古学者ランドルフのメモ。発掘監督エヴァーハルト。地図があった。地下の大広間。てか骸骨もある。こいつら、こっち見てる。こいつらはゾンビではない。ここからやれるだけ やっちゃおうか。
かどんどんやってる。よし、ひとまず向こう行こう。下行ける。あ、さっきの通れなかったドア、あ、シークレットエリア。え、え、そんだけ持ってきちゃっただけだな。だけど矢印目的地が向こうだから一旦こっちから迂回して、ここじゃなくて、あれ登れない、あれ登れない、あれ登れない。ちょっと待って、目的地というかまた戻ってきちゃったな。またここ開けて、あっちだね目的地は。あ、行けた、こっち。で、向こうにはゾンビがたくさんいた。オッケー、じゃあここまでにしようかな、今回は。ちょっともう、結構終盤に来てると思うので、早いところ、ヘルが見つけて倒す。はい。それで行きます。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。